あ、イワシ来た。よいしょ。よいしょ。はい。ありがとうございます。はい、頑張ります。周り全然お客さんいないんで。はい。いい、マジ？早めにやってもいい。あ、了解。早めにやります。はい。早めにちょっと巻いておきます。よいしょ。はい、おはようございます、皆さん。本日はですね、串本の、加瀬に来ております。ということで、本日は、加瀬の方で何か釣りたい。今釣れてるのは、青物だったり、マダイ。で、あとね、僕ね、一回釣ってみたいんですけど、コロダイっていうのがあるんですね。で、コロダイが、釣れてきてるシーズンなので、これも期待したい。まあでもね、これ全部今言ったね、魚種、かなりの大当たりです。まあ何かが釣れれば、楽しめるので、本日は一人もう貸し切りですね。全然誰もいないってことで、頑張っていきたいと思います。ってことで朝一最初は、青物が活性が高いということで、こちら、イワシですね。よいしょ。イワシが15キロあります。今ねちょこっと、前巻きしたのですが、イワシを、巻いて、で重りも何もつけてません。こちらマダイの、11号の針にフロロカーボン6号がついております。こんな感じで両軸リール、これ平場のねロードですね。まずは、朝一これを流して、何かキャッチしたいと思います。頑張るぞ。よし、しゃくり上げて竿先から出していく。で、糸の重みだけで沈めていく感じですね。こんな釣りになってます。よいしょ。そうそう、今日はね全部一人だからね、タモとかも準備しよう。危ねえ、危なかった、死ぬとこだった。タモとかも準備しとかないとね、やばいっすね。手で行こう、手で行こう。よしよしよし。あ、すげえ。これ飲ませやったら良さそうだな。めっちゃワイドリーやん、ベイト。これなんだろうな、こいつを釣りたいな。サビキ、サビキ、これサビキだよね。サビキだね、これ。来た。あー、スポ抜けた。うわ、マジかー、岩来たな。いや、いる。あー、そう、ほんとだ。ほら。食ってた。よし、こうでいいや。オッケー。よし、食ったぞ。いける。あれ、ここ滑る。すいません、ここ滑ります。青物絶対するぞー。いやー、食ったねー。いや、チャンスあるよ。ちょっとさっきの餌が大きかっただけね。改良加えれば多分、針食ってくれると思うから。いったぞ。よし。
ちの方向行ってる。結構ね、引きました。で、実際のところ、まあまあでかいっす。ほらこのサイズ見て。おお、やったやったぜ。ほらめちゃめちゃいいサイズやんか。ほらほらほら、うーわ、朝一頑張ってよかった、徹夜できてよかった。うわ、皆さん夏休みこれですよ。このね、串本の今完全孵化生、青物釣れてますんでね、皆さんぜひトライしてみてくださいね。これ僕でも釣れるんで。よし、こちらはビッグに入れていく。よし、これ見て、さっきまで輪っかがすごかったフロロがピンピン伸びてくれました。あの青物さんのおかげですね。はい、皆さん、くるくるになってもね、もしかしたら青物釣ったら伸ばしてくれるんで。もう今まっすぐ、ほら綺麗にまっすぐ、やった。ちょっとしたミンチも入れていきますか。よいしょよいしょ。いいぞ。うん。おおおお、いた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 。いってる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 。おおおお、いた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 。よし、あ、つや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 。よっしゃ、また来た、また来た。出る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 。プレビュー案件、やべやべ。あら、こっちもいいサイズよ、なかなか。よし、バレないように。あー、ここが一番引く。あー、こいつもいいサイズ。おお、なかなかいいサイズ。わー、来た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 。よし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 、よっしゃー、来たー、取ったー。よっしゃー、よいしょー、取ったー。イエーイ、やったぜ。いいサイズ。いやめちゃめちゃ楽しいっすね。ほらこれですよ、2本目やったー。こいつはちょっと飲んじゃったかな、どうかな、ちょっとオペが必要かも。いや、そんなことないよ、ちょっと頑張ったから内出血か。よっしゃ、よーし、よし、オッケー。さあちょっとこっちをやろう。ガンガン釣るぞ、もう一丁。もう多分、いいレンジにあると思います。そろそろ食いますよ。調子に乗って言いますけど、そろそろ皆さんあれ食いますからね。
ついとる。は？ついとる。え？ごめんなさい。ちょっと何これ何これ。すいません。すいません。誰ですか？これは。ちょっと待った。青物だよね。え、めっちゃ重たい。うわ、めっちゃ重たい。ちょっと待った。やばい。ちょっとめっちゃ重たい。なんかいる。あ、でも上がってくる。そんなにこれ。え、全然青物のノリじゃないんだけどこれ。全然上がってくるよこれ。ほら、ここまで来たら上がってくる。むっちゃ重いけど。うわ、むっちゃ引く、むっちゃ引く、むっちゃ引く。いけいけいけ。暴れないで。暴れないで。うわ、糸が、うわ、ちょっと待った、これやばい、やばいやつです。すいません皆さん、やばいやつですこれ。うわ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 、こいつだ、こいつです。よいしょ、お前か。はい、皆さん、はい、こいつ、はい、はい、みんなこいつだ。うわ、来たね。やっぱボトムにはやつがいたね。めっちゃでか、めちゃめちゃ重たいと思ったらね、こいつでした。めっちゃ重たいはずだわこれはね。すごいね、美味しいけどね、食べると。いや、めっちゃ美味しいんだよこれ、食べるとね。でもね、今日クーラーちっちゃいんだよね君。こいつはリリースで、よいしょ、よし、帰んな。じゃあ、帰れ。サビキを落として、今から飲ませ釣りの、餌を確保したいと思います。おー、ちょうどアジ。来た来た来た。アジ来たー。ちょうどいいアジ。これ飲ませ釣りの餌にしましょう。やったぜ、飲ませ釣り用のね、タックルです。こちらは、カニ先生からもらいました。エッチの常連さんのね、カニ先生。はい、こちら、BMO さんのね、バッテリーですね、BMO ジャパン、リチウムイオンバッテリー 13.2 アンペア。なんか2人使っても1日余裕だよって言ってました。うん、こんなんでいいんだよな。で、これをポチッと。おお、ついた。おお、発電動、発電動いきますよ。僕の発電動はアジちゃんをつけたいと思います。あ、いって、自分でしたね。いって、大丈夫ね。よしよし、 OK、 行きましょう。よし、行ってこい。さあ、発電道行きました。26 27 28 34。あ、結構深いぞ。え、35m ある。36m、 OK。 で、ちょっと上げて、これで待つと。で、これで、おお、おお、これが電動か。今自動で巻いたぞ。びっくりした、びっくりした。皆さん、電動リールって自動で巻けるんですよ。知ってました？知らなかった。この世界知らなかった。もしや、もしやこの世界面白いのでは。これ落としたらえらいこった。やばい、みんなかっこいいから見て。やばいよみんな、ほら。いやー、自分もね、釣りの世界がね、大幅に広がりました。なんと自分電動リール使ってます。こんな感動的な瞬間あったんすね。いや、ルアーマンの皆さん、一度電動リール手にしてみてください。これね、感動しますよ。いや、テレビの中の世界だと思ってた。すげえ。お、お、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。なんか暴れてない、暴れてない、暴れてない、それ。それ、アジの暴れ方？うっそ、うっそ、うっそ、うっそ。え？うっ、おお、おお。これが電動の世界かー。わー、
なに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 、めっちゃ重いんだけど、めっちゃ重いんだけど、え、なになに、うわ、これ電動の世界か、これ味一瞬で壊れた、よっ、ま、あ、ドラグか、そういうことか、行ったり来たりするわけか、なるほど、やばやば、おお、だ、切れた切れた、ドラッグ強かったんか、うわ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 、切れた、一瞬でした、はい、こんにちは、こんにちは、こんにちはっていうか、こんにちはおかしいけどね、家族間でね、ね、こんにちは、はい、ってことで釣ってきたぞ、コタロウ、こっちだ、こっちだ、釣ってきたぞ、何かな、行くよ、うん、行くよ、ザン、おー、あっと、これに出して、わ、何匹おるの、これ、いや、これね、大きいの2匹なんだ、すごい、で、これ、ちょっと使わなかったガンガゼとか、まあ、これ、冷凍します、匂いで、コウタロウがひるんだよ、ひるんだ、コウタロウひるんだ、この匂いで、おお、ね、見て、ちょうどいいサイズだったね、これちょうどいい、あ、でもこれでも切ってあ、切ってあるんだ、切らんと入らん、そっか、コウタロウ見て、ほら、わー、お魚さんよ、わー、どう、大きいでしょう、魚さん、ってことで、今からこいつをさばいていく、おお、おお、おお、よいしょ、よいしょ、よし、よし、父ちゃん釣ってきたぞ、おぉ、よいしょ、いずれ、コウタロウが食べるやつだよ、そうだよ、コウタロウ食べるやつだよ、ブリップリ、ブリップリやね、うん、まあ、向こうではメジロって呼びます、ブリではない、あの、メジロ、へぇ、あ、もっと大きいとブリやけど、うん、こっちで言うとワラサや、いや、いいサイズ、まあ、ブリ、俺が初めてこれを釣った初心者やったら、うんうん、ブリって呼んどるか、いや、私もブリと言うよ、ブリ釣ったでーって、いや、メジロだなということで、さばいていくか、はい、鱗を取ります、あの、前情報で、うん、この真夏の青物ね、全く油ないってない、パッサパサってこと、1ミリもないらしい、へぇ、今日はあの、ちょっと雑というか、大雑把にちゃちゃちゃっとさばきます、すごい、このヤックの言うちゃちゃちゃはね、なかなか素人にはできないくらいすごいんですよね、ちゃちゃちゃっとさばきました、こんな感じでちゃちゃちゃさばきを見せます、今からまずここをまっすぐ包丁で切ります、切りました、そしたらここからスッスッスッと取ってまっすぐ落とします、おー、こんだけで取れます、これがちゃちゃちゃさばきです、早い早い、わ、すっげえ、これはね、ちょっと見せると今最近早いです、これがチャチャチャさばきです、こちらも今からチャチャチャさばきやるよ、いくよ、取る、くるっと回して、取る、くるっと回して、エラ蓋を開けて、で、ここからまっすぐこう落とします、で、ひっくり返して、ちゃちゃちゃでしょ、もう一発や、一撃でしょ、うん、綺麗になりました、はい、ということでこんな感じです、太っとるね、うん、なんか油がないようには見えないね、油はないと思う、気痩せするタイプ、うん、気痩せじゃあ今からさばいていきます、うん、こちらもちゃちゃちゃさばいていきます、あー、もうダメだ、夏の青物焼けすぎてる、滑りが悪い、いや、もうね、油ゼロ、もう今見ただけで分かった、油やばい、もうゼロすぎる、ゼロコーラゼロコーラゼロコーラほら、もう焼けてるもん、ほら、なんか色がさ、思ってるのと違う、うん、でしょ、うん、これが夏の青物、ひどいね、なんかさ、うん、なんていうの、なんか身の色違くない、こんなんだったっけ、もう焼けまくっとる、日焼け、多分
いや、もうこういう風になるんだ、水温が高いから。へえ、冬は脂乗るけど、うん、夏はこんなんだよ。こんな感じ。うん。こちら。いただきます。うん。お。美味しい。美味しい。ハラミは美味しい。うん。全然美味しい。ということでこれ小太郎の離乳食です。あ、いただきますじゃあ。はい。こんなに。こんなにいっぱい。いやこんなにって食べんだろう。たくさん食えるな。うん。これをミンチにしていただきます、うん、はい、はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。お辞儀したこれが夏の青物です。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいねコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も教えてください。ベルマークもお願いします。言わないの。おすすめの動画もねこちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。言わないじゃん。言う言う。